メインバンクの富士銀行の許可も取らずに勝手に何をやっているのだ。山一証券が窮地に追い込まれる少し前、スイス大手のクレディスイスと法人ビジネスを統合させる計画を自主廃業時に、最年少役員だった御嶽恵一氏らが中心となって練り上げていた。この提案書は幹部役員に破り捨てられた。崩壊に向けて一歩進んだ瞬間だった。1996年に橋本龍太郎内閣が提唱した金融制度改革は、市場原理が働くフリー、透明で信頼できるフェアに加え、国際的な市場グローバルを掲げた。法人の山一と呼ばれた同社も、グローバルな金融情報網にアクセス